ソースがね、この衣に絡まって非常に美味しくなるんです。あはい、どうも料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということですね、僕毎日更新してるじゃないですか、料理。自分のバズレシピちょっと飽きてきて、今日はですね、もうね、モスバーガー買ってきました。モスバーガー食べたいんだもん。料理研究家でもモスバーガー食べたい。なのでですね、今日はモスバーガーを食べます。これ今日ね、こう買ってきたの。これね、まあ、モスといえばモスバーガーですよね。モスチキンですね。プレモルでプレミアムになってきます。はい、今日はね、それではですね、いただきたいと思います。プレミアムになってきます。今日はいただきます。じゃあまずは至高のモスチキンから。うまそうでしょこれ。いただきます。はあ、うまい。モスチキンってさ、なんでこんなにうまいんでしょうねこれね。フライドチキンのレシピ持ってますけど、多分ねモスチキンの方がうまい。本当だ。フライドチキンとビールってなんでこんなに相性いいんでしょうね。ほんとみんなね、やったほうがいい。モスバーガー、あ、いいですね。これもうね、お前をどんだけ食べたかったか。モスバーガー全然食べれてなかったので、いただきます。あ、最高。あ、最高。めちゃめちゃうまいんだけど。酒に合うなこれ。もう一口食べていいですか。ソースがうまいよねモスバーガーってね。角切りのオニオン、食感もね、シャキシャキしてね、めっちゃうまいんですよね。パティもね、すっごく肉感があってね、もう久々に食べたんですけども、ほんとにうまい。ほんとにうまいんで、皆さんぜひやってみてください。ということでですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。ぜひやってみてください。終わり終わり。モスチキンとモスバーガーだよこれさ。モスバーガーさんからちょっとツイッターでね、テイクアウトチャレンジやってくださいって言われたんですけど、いろいろ考えたんだけど、モスチキンもだってうまいんだもんこれ。これに手を加えるというのはもう禁断の行為だよねそれね。モスバーガーだってこう何も手加えるとこないよこれ。そうだけど、はい、どうします。やるじゃん。自分を納得させるためにちょっと言い訳させて、モスチキンをちょっとアレンジさせるための言い訳をさせて。モスチキン大好きすぎて毎日食べてる人はもしかするとたまに違う味のモスチキン食べたいかもしれないですね。5本あったら1本は違う味食べたいかもしれない。そういう方のためにモスチキンの味変みたいなレシピをするっていうことでいいですか。このモスチキン一番うまいと思うけど、まあ料理研究家なんでね、今日はモスチキン、僕がですね、禁断のアレンジをお教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ、モスチキンの禁断のアレンジと。何が禁断ってね、このままでもうまいモスチキンをアレンジすること自体が禁断ですから、モスチキンのうまさを生かすってことを最大限に僕考えました。ハマる方すごいハマると思います。モスチキンそのままでもうまいですけど、ビールに合わせるってなったらもしかしたらこっちも結構ね、頑張れる非常に美味しいレシピ。はい、ということでやっていきましょう。フライパン、ちっちゃめのでいいです。はい、火にかけていきます。ケチャップを大さじ、ね、2g、 バターが 10g でですね、ちょっとねふつふつとなるまでね、ちょっとね弱めの火でねソースを作っていきますね。こんな感じでね、タバスコです。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、ね、8振りぐらい。これはね、辛いのが苦手な方はちょっと押さえてもいいです。でちょっとねふつふつなってきました。ふつふつなってきたらですよ、こいつをこれね、テイクアウトしてちょっと冷めてしまったモスチキンでも温めて、こうやってね温めてる間に温まってくるんで、電子レンジかけなくても大丈夫。あんまり強い火でやってしまうとソースがすぐ飛んでしまうので、まあ、普通普通ぐらいのね感じでね、こいつでですね、ちょっとおー赤い感じになってますからね、まあ、ソース
こんな感じで絡めていきます。ソースがね、この衣に絡まって非常に美味しくなるんです。全体が温まる。ソースをね、チキンに染み込ませる。こんな感じですね。ちょっとね、火を入れた方がいいですね。そうすると、タバスコの酸味とケチャップの酸味が少し飛んでいくのでね、このケチャップが焦げないように火はね、弱めにしてください。弱火ぐらいでいいです。こういうところがね、ちょっとカリッとジュクジュクいってきたんですね。裏面も温めましょう。ソース自体はね、バッファローチキンっていうですね、アメリカにある、料理をですね、料理のソースを使用してます。はい、ホットソースとケチャップ と、バターを、煮詰めるソースですね。はい、これはね、チキンに非常に合う。ほらほら、どうですか、この焼き具合。はい、もうこれぐらい焼いたらね、 OK です。パセリを少し振りましょう。はい、ということでですね、禁断のバッファローモスチキンの完成です。はい、ということでですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。皆さん、プレミアムになっていきましょう。いただきます。お味はどうか、いただきます。うまっ。めっちゃめちゃうまいです。ビールに合わせるんだったらこのアレンジの方がいいかもしれないです。ペッパーソースの香り、ケチャップの甘み、バターのコク、衣に全部吸収されてる。焼き上げてるから衣もサクサクなんですね。モスチキンそのまま食べるのが本当に最至高だと言っていたんですけども、もちろんそのまま食ってもめちゃめちゃうまいんですけど、お酒に合わせるんだったらこっちもかなりうまいですね。食べてびっくりしました。ケチャップとタバスコの分味が、強くなってるので、やっぱね、お酒に合う。モスチキンうめえな。バズレシピも出たもんじゃないですね、やっぱね。モスチキンの良さを生かしつつも非常に美味しいアレンジになってる。もう正直言うと、これプロモーション動画なんだけど、これ絶対さ、モス買ってきてさ、家飲み絶対やった方がいいと思う俺。酒に合う、これ流行るぞこれ。あのモス飲み、テイクアウトモス飲み入ります、これね。モスチキンとずっと共に暮らしたい。ほんと好き。辛いホットソース、タバスコか、タバスコを抜かせばお子さんでもすごい好きなんで。だってバターとケチャップですもん。大人はタバスコを、かけていただいて、お子さんはタバスコ抜いていただいて、やっていただくと、もうほんとファミリーがね、ファミリーがみんな一緒に楽しめる、そんなレシピになるんじゃないかなっていうふうに思います。酒飲みだけのレシピじゃないです。ほんとに美味しいので、ぜひ試してください。ということでですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。モスチキンテイクアウトチャレンジっていうのを開催しておりますモスチキンをね、テイクアウトしてですね、家でアレンジしちゃおうと、みたいにアレンジしちゃおうっていうね、非常にいい試みがね、やっております。はい、そのまま食べてもめっちゃうまいんですけど、ぜひ皆さん、俺と一緒にチャレンジしようぜ。じゃあ僕はこれからモスチキンとプレミアムになってきますので、今日は本当にありがとうございました。じゃあカメラはもうカメラ止めてください。もう